はい、2024年の8月29日に撮影しています。8月残り3日です。久しぶりに今の現状報告をしたいと思います。最近何をこれから目指していくとか、今の状況とか話せてなかったんで、久しぶりに落ち着いたので、今どういうこと起こってるのかと、これから何をしていくかということを、話したいと思います。まあ3つに分けて話したいですね。まず1つ目は、体の変化、体調の変化について、話します。この夏ね、暑い暑いって言われてたんですけど、私の中で暑さをほとんど感じなかった夏なんですよね。去年、一昨年の記憶がすごいあるかどうかわかんないですけど、夏ってもっと暑かって、もっとエアコンつけてたなと思ったんですけど、今年は、エアコンをまだ自分ではつけてないんですよね。誰かがつけてる中に行って一緒にクーラー効いてる部屋にいるっていうことはあっても、自分一人でいる時はクーラーつけなくていい、なんか体質になってます。まあクーラー寒いし嫌っていうぐらいな感じなんですよね。で、なんでそれが急にそんな変化あったんやろっていうことではないですけど、まあよく外に出てたからなのと、畑作業を主にしてたんで、当然外は暑いしエアコンないから汗いっぱいかくのに慣れて、夜家ん中入ると十分涼しいっていうような、感じを受けたのかなと思う。外を出て作業してたら、朝夕の家の中って窓を開けてれば十分涼しいなっていうような、印象を持ってます。なんでね、体調が変わったっていうか、暑さにちょっと鈍感になった、無頓着になったかなっていう感じです。でも非常に心地よかったです、この夏で。あと、まあ、その昼間畑作業をやってたのが多かったんで、何してたかっていうか、どう体をねケアしてたかっていうと、塩水をめっちゃ飲んでたんですよね。で、今もそうですし、水飲む時は基本塩水っていう感じで飲んでます。で、今もですけど、だいぶしょっぱい、海水の半分ぐらいかな。で、まあ塩もね、塩化ナトリウムだけの、よく市販で売ってる塩じゃなくて、天然塩、ミネラル分が豊富な塩、もちろん取ってます。ご飯にもかけるし、水にも入れるし、もう至る所に塩塩塩入れてます。で、そんな感じで、暑さに気にならなくなったのと、塩をたくさん取ってる、この夏特に。これが秋も冬も汗かかなくなっても塩取るのか、ちょっとどう自分の体が欲するのか、塩を、検証していきたいと思います。まあ、塩をよく取るようになった。で、体調のことでもう少し言うと、本当に甘いもんとかお菓子とか、甘いもん、あとそれ以外の塩味のあるお菓子、スナック菓子ですかね、もう取らなくなった。もともと取ってなかったんですけど、より取らなくなったなっていう感じです。まあそれ、体調の変化の中に、畑で取れたもんを基本ずっと食べるようになってきてたんですよね。なんでお菓子食べようって思わんくなったことで、まあアイスとかジュースも基本もともと飲んでなかったんですけど、より飲まなくなった。ジュースのブドウ糖果糖、液糖とか、その他の添加物入ってるもの、お菓子もそうですけど、食べるとちょっと気分悪くなる体になってしまいました。いろいろ毒気が抜かれてしまって、なんで添加物入ってるもん食べると、なんかこの辺が気持ち悪くなって、しんどくうってなる繊細な体になったなっていうのを感じてます。だいぶ繊細になりました。で、外食行くことになってね、知り合いの人と行くことになって、何回かあるんですけど、行った時に外でご飯食べたら口内炎できるとか、サラダ食べて口内炎できるとか、食べてもこれ食べるより畑で採れたもん食べたいって思うようになったりとか、ちょっと食とか体調に変化が出たなっていう、この夏の自分の体調管理っていうか、自分に変化がありました。 はい、健康についてはそんな感じです。これいいのか悪いのか分かんないですけどね、添加物抜きすぎてるから、コンビニとかスーパーで食べるもん食べるとすぐ気分悪くなったり、気持ちしんどくなる
ようになっちゃったかなっていうふうに思ってます。まあ体調については長くなりましたが、そんなところです。で、この秋目指したいことなんですけど、夏頃に狩猟免許を取りました。合格しました。なんでまあその後手続きを、猟友会の手続きとかしたり道具を揃えて、秋冬は狩猟っていうものを、したいですと考えてます。ただどれぐらいの頻度で通えるかっていうのは分かんないんで、ちょっと、道具の揃え方を考えたいと思います。もう一つ、その罠猟に集中できない理由は、まあ野菜をまず作りたい、畑作業に出たいということがあるのと、もう一つはこのね、電気工事士2種っていう試験を受けようと思ってます。今度これが秋にあって、試験続きで忙しいので、こっちの電気工事士は狩猟の免許よりももっと勉強しないといけないことなんで、なかなか時間取れなくて、勉強する時間も。なんで、受からんかなって思うより、受かるために勉強時間ちゃんと取って勉強したいなって考えてます。電気工事士のこの2種を取る理由は、まあ、これがあれば電気事業、電気作業に、配線作業とか、その電気をつける作業ができるっていうわけではないんですけど、仕事、あの、ね、事業所立ち上げたり、主任を置いてないと電気に携わることできないんですけど、まあ、電気作業に携わらない、雑務っていう中に、10キロワットまでの風力発電とか、太陽光パネルの発電の作業とかは、資格もちろんいらないんですけど、やっぱり電気のことをもうちょっと知っとかないといけない、知りたいなっていう思いで、資格を取ろうと考えてます。で、ね、ゆくゆくそういう自分や自分たちの集まり場の配線作業だったり発電の、ことがね、分かるようになってたらいいなっていう、ちょっと将来を見据えた取り組みで、今回1回で受かりたいと思います。これは学科と実技があって、両方難しいんで、この勉強をこれからやっていきたいというような内容の今後についての話です。まあ、健康面と今後についての話ってそれぐらいです。はい。3つ話したいって言ってたんですけど、2つでまとまりました。あとは、3つ目出た。物の物販が増えてて本当嬉しいです。お米やお塩の取り扱い、購入したいという方が増えてて本当嬉しいです。調味料も扱ってますんで、調味料もぜひ、たくさんの方に購入いただけたらと思います。お米はなんかその、ね、今米不足でスーパーにお米がないからっていうことなんですけど、私がたまたま持ってるっていうのを知って、何人かの方が購入していただけました。これを機会にね、どういう作り方してるお米かとか、ね、そこで定期的に購入するっていうことをね、して農家の方支えていけたらなと思いますし、お塩も、知っていただきたいですし、調味料も知っていただいて購入する方増えていったらなと思います。まあそうやって増えていけば、他の調味料だったり何かね、取り扱うものも増えて、よりね、私たちのところに食べ物、その他の在庫が集まるっていうことね、非常用の時に助かるっていうようなことにつながったらなと思います。そろそろなんで倉庫も欲しいですよね。借りたいです。倉庫、田んぼ、やっていくのに借りたいですっていうような内容でした。3つ目の話は、まあ、物販が増えててありがたいです。今後もよろしくお願いします。そしてこれから購入ね、考えたいという方はぜひお声掛けくださいということで、はい。今日の動画投稿以上です。